フバル城塞と城壁フバル城塞はスペイントリレとも呼ばれていてクロアチアダルマチア地方のアドリア海に浮かぶフバル島フバルの町の背後の山にある城塞で有名な観光地であるフバルは以前は港の北側に山へ向かって一辺150メートルほどのほぼ正方形の石壁で覆われた城塞都市で人々はこの城塞を単に 町の城塞と呼んでいて、その山の頂点に、鳥がある。もともと期限前に、イリュリアの鳥として始まり、ビザンツの時代に踏襲されて、紀元後6世紀にそのユスティニア・ミカドの時代に特に、南側の石壁の建設がされた記録がある。現在の城塞の建設は1282年に、町の決定で始まり、16世紀に、ベネチア共和国のもとで完成していて、 この際に、スペインの技術者が関わるので別名、スペイントリデと呼ばれるようになったといい、1571年8月19日のトルコ軍が来襲した時にも、町人全員が城塞に立てこもり救われた。ただし、その後しばらくして1579年10月1日、早朝に雷が弾薬庫を直撃して爆発して、トリデは完全に破壊され、 その後数世紀にわたり、徐々に補修され、19世紀初めには、オーストリア帝国の下で、ほぼ完成した。この間、ナポレオン一世の時代の1811年には、この砦の少し製法のより高い峰に、ナポレオントリでも建設された。しかし、19世紀後半には、城塞の戦略的な意義はすでに失われていて、夜には、妖精が踊るように忘れられていて、 20世紀になって、観光用にやっと息を吹き返した。現在は、街中のベネディクト会修道院の前の通りを、山の方へ、ヒギジェニカッチダラストバ通りまで登り、そこで小さな軌道を押すと鳥出へ登る参道になり、しばらくして、城壁の一端を東へくぐり抜けて城外へ出て、坂道を登り、頂上にある城塞へ、東側から入る。フバル・パンフレット、テビロバ、 フォートレススパンジョラフーバー。英称とヒストリーオブザタウンフォートレスインフーバー。ありがとうございます。